らば地球よ、旅立つ船は宇宙戦艦ヤマト。宇宙の彼方イスカンダルへ、運命背負い今飛び立つ。必ずここへ笑顔で答え、みんなを離れイスカンダルへ、はるばる望む宇宙戦艦ヤマト。無限に広がる大宇宙、この無数の星々のきらめきの中に様々な生命の営みがある。そしてこの生命の息吹は時に宇宙の平和を乱す時がある。今地球から約400万光年もの彼方、ヤマトは暗黒星雲の裏に隠された白色銀河へと進みつつあった。敵暗黒星団帝国の母星を見つけるために。無限に広がる大宇宙、この無数の星々のきらめきの中にさまざまな生命の営みがある。そしてこの生命の息吹は時に宇宙の平和を乱す時がある。地球へと突然襲来した暗黒星団帝国の大艦隊、その猛攻に地球防衛軍はもろくも崩壊してしまう。一夜にして占領され、重核子爆弾によって全人類を人質に取られてしまった地球を救うため、ヤマトは再び宇宙の深淵へと旅立った。だが地球は死んでしまったわけではなかった。多くの者たちがパルチザンとして立ち上がり、明日へと希望をつなげる戦いを続けていたのだ。空をヤマトが飛び立っていった虚空を眺めながら、そして今地球から約400万光年もの彼方、ヤマトは暗黒星雲の裏に隠された白色銀河へと進みつつあった。敵暗黒星団帝国の母星を見つけるために、戦争と閣下、あの地球艦が暗黒星雲との境界面を越え、我々の白色銀河へと侵入してきております。分かっておる、グロータスめ、しくじりおったな。何のためにゴルバを7隻も与えたと思っているんだ。敵はもう40万光年の距離を無事にくぐり抜けてきております。このままではこの転生までキャツラがたどり着かないとも限りません。キャツラはまだ我々の位置も、そして我々の正体も掴んではおらん。安心せよサーダ。そうですが、そこまで心配ならばお前が直々に相手してみるかね、あのヤマト。
ご許可をいただければ今すぐにでも。幸い私の指揮官にあるサーグラス准将はあのグロータスと旧友の中、敵討ちということであればこれまでになく発奮して戦いましょう。やはりお前は直接動かずに裏で手を引くのみというわけか。私のやり方は正相当もご存知のはず。よし、行け、サーグラスを差し向け。さて、魔女とまで呼ばれたお前の指揮、久々に見せてもらおうではないか。どうです、サラダさん。ダメだな。敵の足取りはこれ以上つかめそうにない。この白色銀河のどこかだということは確実なんだが。真田技師長、敵の母星なんですが、我々が越えてきたあの暗黒星雲の中という可能性はないのですか？それは私も考えました。ですがそれだと敵が暗黒星雲の末端でゴルバまで持ち出して妨害をしてきた意味がない。敵はヤマトが暗黒星雲を越えこの白色銀河に到来するのを何としてでも防ぎたかった、そう考えるのが妥当です。なるほど。ではこの我々の銀河系に匹敵する大きさの銀河を何とか捜索しなければいけないわけですか？捜索するにしたってこの広さじゃな。レーダーに反応あり。11時の方向、上下角プラス8度。どうやらそんな心配は無用のようですよ。敵です。待ち構えていたような現れ方ですね。本当にこの白色銀河が敵の本拠地だとすれば、この中域暗黒銀河との境界面は敵の第一防衛線に相当するだろうからな。よし、全艦に警報、総員戦闘配置だ。了解、全艦に警報、総員戦闘配置。真田さん、この機会に。分かっている。この機会に敵の航路データを全機でも取らなければならん。戦闘班はうまく敵を撤退させるように交戦してくれ。最後のとどめは刺すな。難しい注文ですが、了解、なんとかやってみます。今回の作戦ではこの艦隊編成で行こうと思う。どうだ？そうか、何か他にいい案があるのか？